今日は何をするつもりですか。ではですね、はい、今日は菊池亜美さんがラジオ収録を行っているところに突撃ということで誕生日をお祝いしに行きます。はい、なるほど、ドッキリです。突撃隣のバンラジオ、やおー、何を見てるんですか、それ。これは菊池亜美さんが、菊池亜美なら知ってて当然クイズっていうのがあって、その中にベイビーデイズの本も書いてあるんですけど、暦の上ではディセンバーの発売日はとか、これが特に次のうちベイビーデイズの曲じゃないのはどれ。ベイビーアンビシャスはね、表題曲だから、僕らのリアルとか最小級とか。ところで、その渡辺さんの前にあるやつは、あ、青いのですか。はい、じゃあ、今日はパイセンの誕生日ということで、サンプレを買ってきました。イエーイ、優しいですね。それほどでも、あのパイセンに育ててもらったので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕もありがとうございます。だからクイズも多分全問正解。1年で M ステ決まるってすごいね。ありがとうございます。暦の上ではディセンバーの発売日って知ってるんですか。知ってます。知ってる知ってる、うん、さっきはいると思って間違えてくれた。そうそれじゃあの9月の3週目でしょ。いや、結構違いますね。10 9月の14だよね。いや、いつだっけ。11。あー、そうあ、変わったんだね、じゃあ。そう、11だったんだ。いや、私まだ14としか聞いてなかったから11になったんだ。じゃあこの歌を歌うの、M ステでも。はい、そうです。そうだよね、今ちょっとこれ人気だもんね。はい、休止集中です。頑張ってね。ありがとうございます。はい、頑張ります。やったー、大成功。やりました。イエーイ、パイセン大成功。いきなり、いや、びっくりしましたね。あの1話2期の収録中にガタガタガタって入ってきたんで、私本当にびっくりして、ベイビーレイズなんてまさか思わなかったから。しかも収録中にここの扉開ける人いないので、え、間違って誰か入ってきちゃったかなって思ったんですけど、まさかのベイビーレイズが、しかも去年もなんか祝ってくれたんですよ。で、今年もあのブランケットをね、ちょっとまだ開けてないんですよ、ちょっと申し訳なくて、いただいちゃって。ありがとね、ベイビーレイズいつも。ちなみに暦の上ではディセンバーの発売日は9月11日。なるほど、知ってるに決まってるじゃないですか。誰に聞いてるんですかって。よろしくお願いしますね、皆さん。ベイビーアンビシャスっていう、はい、曲が4枚目のシングル。あの曲いい曲ですよね。あのカップリング3曲入ってるんですけど、はい、何でしたっけ。最上級だっけ。それサードですね。あれ、何が恋愛マニフェスト。あれ、何だっけ。ちょっと待って。
ここら辺の話題は、はい、そうなんですよ。ちょっとね、あのさっき聞かれた問題は9月7日夜10時からの菊池亜美の1亜美9でオンエアされるので、そのねベイビーレイズがいきなり来たところもおそらく放送されると思うのでぜひ聞いてください。よろしくお願いします。メンバー最後にあの最上級はそんな歌じゃないっつって帰ってきました。いや私知ってるんですけどね。最上級最上級最最最最最上級っていう。違うんですか？全然違いますね。うっそー、あれだ、なんかね、さっき、あ、最上級になりたいだっけ。最上級になりたい、最上級になりたい、恋愛のなんとかかんとかなりたいみたいなやつだったと思うんですよね。あの曲もいいですよね。ベイビーアンビシャスもいいですよね。ベイビーベイビーベイビーレースタン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 。それレベル1ですね。